エス、サボ、これで俺たち兄弟なんだな。エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。マリンフォード頂上戦争から2年、世界の勢力図は大きく変化していた。海軍本部では戦国が職を退き、新たに赤犬杯が元帥となった。それに先立ち青木陸九段は赤犬と衝突、決闘に敗れて海軍を去っていた。また白ひげの死によって空席となった四皇の座は黒ひげ T 一が奪い取り、新世界で勢力を伸ばしつつあった。一方麦わらの一味は沈黙を守り続けた。頂上戦争の後2年後の再集結を仲間に伝えたルフィはレイリーの下で覇気の修行に励み、その間他の仲間たちもまたそれぞれに大きな成長を遂げる。そして2年を経た今、麦わらの一味は約束の地シャボンディ諸島で再会の時を迎えようとしていた。島についてるかな。早く相手が。カニンゴは。
開けてんな、おめえら。フランキー、お前すげえ体になってんじゃねえか。サニー号も無事だったんだな。そのことについちゃ、おめえらも知っておくべきことがある。今日まで船が無事だったのは、船を守る戦士が一人いたからだ。2年前俺たちをチリチリにすっ飛ばした張本人、大岡七部会の大男、バーソロミュークマだ。数日前俺がサニー王にたどり着いた時は目を疑った。待っていた、任務完了だ。サニー王には傷一つなかった。なんであいつが敵だったんじゃねえのか。おめえらもうすうす気づいてたとは思うが、あの戦いですっ飛ばされなければ俺たちの命はなかった。結果的に俺たちは助けられたんだ。心に留めとけ。この一味にとってクマは大恩人だってことをな。君たち、島の状況がせわしなくなってきた。仲間も皆もう上陸している。船に全員を集めろ。少々慌ただしいが、それぞれの2年を乗り越えていよいよ再出発の時だ。よし、残りの奴らを探しに行くか。相手はあの麦わらだ。軍艦を回しとけ。アシリスタも出すぞ。海軍が動き出したみてえだな。船は俺たちに任せてみんなを探してきてくれ。本物のレディが生息してる。アイニードレディ海賊クロワシの惨事発生。あの時、
あのスーパーな美女は。お、ハンコックだ。助かった。ハンコック？七部会の海賊女帝じゃねえか。七部会と知り合いなのか、ルフィ。ああ、俺尿ヶ島に飛ばされたから友達なんだ。あの女帝と仲良し？おめえちゃんと修行してたんだろうな。お前、俺なんかな、俺なんか。ルフィ、仲間と無事に会えたようじゃな。いやー、海賊女帝がこっちに恵ませよって、サチなったけど、
そうだ、俺の新兵器ポップグリーンを見たか。何も2年間海を眺めてぼんやりしてたわけじゃねえんだ。悪いが俺はおめえとチョッパーとの弱小トリオは卒業だ。何が起きてももう動じねえ、そんな戦士に俺はなったのさ。ロールアップ突撃 A1 ドカン
対岸に船を移動させる気か。急いで対岸の守りを固めろ。軍艦には攻撃の準備を始めるように伝えとけ。軍艦とは見過ごせんな。我らが止めてくれよ。皆様、イエー！マネージャーたちに追いかけられてまして。ルフィ、大スターソウルキングになったのよね。戻ってきてくれるかしら。これから荒稼ぎって時に引退なんてさせてたまるか。何をしている。任務を妨害する気か。我らのために道を開けてほしい。そしてそなたたちの船の積み荷も全てほしい。何をバカなこと。そんな理不尽な要求が許されると思っているのか。我らが何をしようとも世界中がそれを許してくれる。なぜならそうよ、我らが美しいから。貴様ら、あの島にどれほどの凶悪犯がいるのか分かっているのか。麦わらのルフィならば、わらわが七部会として追い仕留める。それで文句はなかろう。は、はい。総員撤退だ。これがオッケー。
礼じゃ。2年間お世話になったんだぜ。そしてこの島へ運んでくれてありがとう。この者を控えよ。スレイブ中和ボタン。ルフィさん、行きましょう。新世界。違い、前は正式に海兵になったんだ。おめえをここで捕らえる。2年前と変わったのはこっちだって同じだ。アフロだけは、アフロだけは。たち感謝します。このご恩は必ず。覇気をまとった。
苦しくあがいてみようじゃねえか。狩りのゾロ、黒足のサンジ、やはり一味全員この島にいます。もはや我々には手に負えません。仕方ねえ、司令部に電電虫をつなげ。プル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 。こちら戦闘丸、状況を報告する。麦わらの一味によってパシフィスタ全てを深く損傷。もちろん強さは2年前奴らを追い詰めた当時のまま。変わったのはあいつらだ。この2年の潜伏期間で目まぐるしい成長を遂げている。新世界の海軍本部によく伝えとけ。麦わらの一味は完全に復活したとな。ガチャ。この者を見たいよ。見たきよ。人よ、それはバカン。ほんじゃな、お前とはまたどっかで会いそうな気がする。早く行け。ベイリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあベイリー行ってくる。ああ。頂点まで行ってこい。どうじゃ。どこの誰だお前は。ロジャー、全てが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。すーげー、フランキーかっこいい。おーい、みんな、おーい。またみんな揃った。俺のわがままに付き合ってくれてありがとう。出航。